皆さん、こんにちは。私はワクチン担当大臣の河野太郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。先日、聴覚障害者の団体の方とお話しする機会がございました。ワクチンの接種に関してコミュニケーションの面で とても不安であるといったお話を伺いました。そこで、地方自治体に対して、障害の特性に応じた合理的配慮についてお願いをいたしました。聴覚に障害のある方については、ワクチンに関する相談窓口について、電話だけでなく、ファックスやメール、スマホからの相談も 可能としてほしいとお願いをいたしました。新型コロナウイルス感染症全般に関して、オンラインによる相談を行っている自治体もすでにありますので、ワクチンに関してもこうした取り組みを参考にしていただきたいと思います。次に、接種当日の会場でも不安なく接種できるように、家族や 介助者の方への丁寧な説明はもちろん、コミュニケーションボードで案内ができるようにしてほしいとお願いをいたしました。また、手話通訳者の数は限られていますので、遠隔手話サービスを実用化している自治体では、これを接種会場で利用することも提案していきたいと考えております。これらを実現するためには、 自治体の協力が不可欠です。国は自治体の様々な取り組みをサポートいたします。ワクチン接種に必要な経費は全額国が負担いたします。政府としては自治体と連携し、聴覚障害者の方が安心してワクチンを接種できるよう取り組んでまいります。